はい、えー、皆さん、こんにちは。ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルスです。えー、こちらの方で、えー、今年もディレクターをさせていただいてます。池田直樹と、えー、申します。よろしくお願いいたします。えー、今日もですね、あのー、 監督を迎えて、監督、映画関係者を迎えての挨拶ということで、えー、映画祭自体は9月1日から15日まで、えー、オンラインの方はですね、世界配信、主に世界配信、もしくはアメリカのみという形で、えー、配信しております、えー。こちらの方、ぜひぜひ皆さんお時間ありましたら、えー、とご覧ください。そして、えー、14日15日と14、15日と週末土日に、えー、ハリウッドの方で。 えー、14日は一か所、ハンゴントゥ・ドリーム・ティアターでの上映、えー。2日目の15日は、ハンゴントゥ・ドリーム・ティアターと、ジャパンハウスの方がね、ハリウッド・ハイランドにあるんですけども、そちらの方で、えー、と上映もしていきますので、よろしくお願いいたします。そして今日は<っ>、えー、長編の映画ということで、2、えー、つの作品の方の紹介を、おご挨拶を、ね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 えーとでは、まず最初に、えー、レッド・イット・ビーの方ですね。えー、監督の挨拶とお、出演者の方がもうすぐ入ると思いますけれども、挨拶の方をまず先にいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、とではー、松本監督、すみません、もう一度あの自己紹介含めて映画の紹介もお願いいたします。はい、えー、レッド・イット・ビー・プログレスを監督しました、松本ゆるです。よろしくお願いします。 よろししくお願いします、はい、えと今回、後ろにもあのポスターがありますけれども、えーとはい、レッド・イット・ビーという映画が実はあのー、2つあると。はい、そうですね。日あのーえっと今日あのー、お話しさせていただくのは、はい、レッド・イット・プログレス・ススメという長編の作品の方なんですけれども、もう一つ姉妹作品として、レッド・イット・ビー・ブルームという、あれのままで酒という。 うん、あの中編作品がありますそれがあの一応なんかあの映画の中でリンクしてるところもあったりとかするんで、まあ、姉妹作品として日本で劇場を公開する時は両方一緒に同時公開して見ていただいているという作品です。でこの作品はですねあの主演を務めました、えー、水村美咲という俳優がですね、えー、企画原案プロデュース をすべてえー、ーと兼任してですね、えー、制作した作品で、僕があの監督して、監督オファーされて、えー、制作した作品となってます。はい、ありがとうございます。このポスターから見ても分かるように、あの主人公は同じはい、そうですね。主人公演じたのは水村さんが主人公を演じて、それで、あのー、まあ、 その制作の経緯としては、まあ、水村さんが30歳を迎えるときにですね、やっぱり周りの俳優仲間、まあ、特に女性ですよね、女性がやっぱり妊娠だったりとか、いろんな事情で、えーまあ、実力がしっかりあるのに、やめていかなきゃいけないという姿を、まあ、目の当たりにしてですね、やっぱり自分も女性である、そして俳優であるという立場で、 なんか、こう、その状況に一石を投じることができないかということで、えー、映画を制作、まあ女性を主人公とした映画を制作して、えー、たという経緯がありますね。だからこの中の主人公、水村美咲が演じる主人公は、えー、俳優兼、まあ主婦、子供もいる主婦という設定で、 えー、周りの環境も映画を制作している人たち。あのー、なあ、えっと、一人の女の子は助監督として頑張ってる子。もう一人の女の子は、えー、同じように俳優をしている女性。でもその人はあの結婚もしないで子供もいない。俳優として一生懸命、えー、結婚もせず。 うんいや頑張っていこうと思ってやっている女優あ女,女優という設定ですね。あのそうするとやっぱり、まあ、その3名の方、女性が、まあ、主人公というか、えー、とストーリーのメインで、まあ、進んでいくと思うんですけども、はい、あの撮影的にこう難しかったとことそうですね、撮影で難しかったところ。 うーん特にこの作品で難しかったっていうのは特にはなかったですかね。ただ、あのー、やっぱりどうしてもよ予算はそんなにない、えー、作品ではあるので、えー、スケジュールをやっぱりタイトにしなきゃいけなかったんですよね。ですから、あのー、最終日、クランクアップの最終日は、あのー、その、 劇中で、えっと、この今、あの、ポスターに映ってるあ青い、青いカーディガンの子と真ん中の水村さんの白い服の女の子二人がオーディションでバトルをするシーンがあるんですね。そのシーンも最終日に撮ったんですけど、そこは結構分量も多,多かったし、内容も濃かったので、その最終日の撮影は本当に大変でしたね。 あそう逆あそうなるほどなる、そうか、そうか。そのえーとまあ、この物語、まあえーと、長編の作品の中で、この二人の女性あの、俳優さんがそれぞれ違う立場で、はいえー、なんだけども、あの女優としてこう自分たちが、まあ、日の目を浴びるっていうか、はいまあ、そこに向かってこう頑張ってるっていうところですよね。はい、はい。であの、このストーリー、まあ、今、 えー、女優の方と、あとその、えー、映画を作る側の方のこの助監督の女性かな、がいたと思うんですけども、やっぱりそれぞれがもう、ストーリーの、まあ、メインっていうか、フォーカスされて作ってる感じですよね。そうですね、3人が、あのーまあ、主人公し、一応3人主演っていう形で、3人のそれぞれの、まあ、状況というか、えー、人生。 半省,省までいかないか人生をまあ描いている3人が主人公という作品がレレッドイビープログスそうするとメッセージ的にもなんかそういう,こう3つのこう方向からのメッセージみたいなものもあるんですかねそうですねやっぱり、あのーまあ、主人公は主婦として子育てと俳優業をどうやったら両立できるのかっていうあの壁にぶち当たってる。 そして、あの、もう一人の女優は、あの、まあ、結婚もせず、まあ、女性として、ええー、まあ、生活するの女優としての生活をするには、やっぱり何かを諦めなきゃいけないということで、ま、あ諦めながらも仕事を続けている女性。で、あとは、まあ、ま、あえっ、ー、と、助監督として、まあ、女性という立場の助監督で、また、 こうやりづらいところもあったりとかしてでも一生懸命自分が監督として一本撮影あの映画を撮ろうと思って頑張っている女性という、うん、まあ違いがあるんですけどもただあの今回企画は水村さん女性なんですけどもやっぱり女性だけの考え方に,になってしまっては嫌だということで脚本家にやっぱり男性も入ってで監督も男性にお願いしようと思って僕に。 来たんですけどもですからその女性をもちろん描くんだけれども周りの男性もしっかりと描いて、えー、その女性たちが輝この3人の女性が輝いて生きていくことによって周りの男性も一緒に成長していく物語にしたいということで、えー、これを作ったんですけどもですからあの女性3人が主人公ではあるんだけども周りの男性も成長していくという群像劇にはなっていると。 いうう作品です、ね、ああそうですすあああそよねあの一人一人のあの方にそれまああの、えー、夫だったり、えー、マネージャーだったり、ね、もしくは同僚だったりという形で、ね、必ずまあ男性とのおコミュニケーションとかそういったこともありながらのお、まあ、成長 お,お互いが成長していくっていうものの見方っていうのももちろんされてたと思いますので<ー>だからまあ女性が主人公だから女性が見て面白いよっていうだけでもないですよねええそうですねもう男性もぜひ見ていただきたいっていう作品です、ね。 はい、なんかこう女性が輝いているところにこうこうなんかこう男性がこう下からこうちゃんとそれを支えてるみたいなねところがあったり、えー、あとまあ競い合ってる中で自分が成長していくみたいなところとかも、えー、こういろんな,あのなんだそれぞれのこの3人が3様の人間関係だったり、えー、とがあったのでそういったところもすごく見ていて面白かったなと思いましたしこれはでも。 脚本もはは水村さんが元々はですよね原案が水村さん。原案が水村さん、ね。さんはい。で、脚本家とこう話をして、で、こう、脚本家が書いていって、それで、ある程度書いたところで、あの僕も含めて3人で、まあ、何度も何度もディスカッションして、いろいろと修正したかった。はい、うんなるほど。あのー、で、この長編映画の、まあ、見どころとして、監督的な あの監督目線からしたなんか見どころっていうのはどこかありますか、おすすめっていうかやっぱり、あのー、まず2つ、大きく分けて2つなんですけども、最初はやっぱりこの女優2人の、主人公を演じてる2人の女優の,そのさっき言ったオーディションのバトルのシーンですね。片やもう、そのオーディション完璧に演じる眞、あのー、子という女優1本でやってる子がいて。 でもう片方はその自分なりに役を解釈して、もうアドリブも入れながら演じるというオーディションのこう対応をしているという、その、あのー、比べてこう見てもらえると、あ、こういう演じ方があるんだ、こういう演じ方があるんだというオーディションに対してのその女優によって演じ方が違うということをまあ、見ていただけるシーンだと。で、もう一つはやっぱりその あの3人のうちの1人、助監督をやってる女の子があの、自分の先輩の監督、これからメジャーデビューするっていう作品を監督しようとしてる監督があとこう意見が食い違うというかです、ね、でいろいろとこう言い合う、スタッフルームで言い合うシーンがあるんですよ。それで喧嘩して出ていっちゃうっていう、まあ、シーンがあるんですけど、その2つがやっぱり見どころかなと。 あはいすいませんえっ、ー、となるほどそうですねこの映画まあ僕もちろん当たり前ですけど両方とも見てますけどもこれはでも2つ見てなんか2つ見たから分かるとか感じるものが増えるとかこう面白いっていうところもありますのでぜひこれはでも本当長編見たら短編見てほしいこれどっちが先に見たらいいとかあるんですかえそうですねあのー、これはですね短編ありのまで先えっ、ーえー、とブルームレッドイッドビーブルームを先に見てから あのプログレスの方を見ていただけるとあの、はい、こっちで日本で公開している時もその順番で上映してますのでぜひ日本続けて見ていただけるとはい、はい、そうですね、はい、じゃあ最後にあの観客の皆さんにあの監督からメッセージをお願いしますはいえー、っとこの作品、えー、女性をテーマにした作品ではあるんですけども本当にあにその前にいる男性先ほど言いましたけど前にいる男性もすごく魅力的に かけていると思いますので、えー、男性女性、老若男女、えーっと、そこら辺はですねあまり気にせずですね、ぜひ皆さんに見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、えっ、ー、と、レッドウィット・ブルーム、うーんうん、レッドウィット・ビー・ブルームのあ,ーありのままで進めという映画のプログレス。プログレス、すみません、プログレスの <laughs>、はい、えと松本監督でした。どうも、はい、ありがとうございます。 はいえー、とそれでは次の作品に行きましょう。えー、今度はこれ、クジラのレストランですね、えーと。今ちょっと空港の方にいらっしゃるということなんですけども、はい、監督、でいいでどうもです。 あ、どうもお久しぶりです。すみません、ガチャガチャしててね、<laughs> あのさっき本当にチェックインのマッサーだったんで、<laughs> なんか <laughs> 質疑応答されてる時だったんで、すみません、聞きこぼしがあるかもしれないですけど、後でレコーディングで確認させていただきます。イイはい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、では八木監督のあの自己紹介と作品の紹介をまずお願いいたします。あ、はい。えー、っと、私はあの以前あのハリウッド 映画会社パラマントピクチャーズの日本支社で働いていてでそこが日本が撤退というタイミングで自分でヤギフィルムという会社を作ってクジラの映画を作りましたでえー、まあもともと映画を作りたいと思ってたんですけどもねあのハリウッドの会社がちょっとぬくぬくしてたんでなかなかやめれずにいたところで会社がなくなっちゃうっていう,もうタイミングでもう,もう天から 降ってきてき追い出されたぐらいの気持ちで、まあ、自分で映画を作ることになったんですけども、まあなんあのー、プロフィールというと、まあ、そういう自分じゃコントロールできないような神業みたいな形で今映画を作ってますっていうプロフィール簡単に言うとそんな感じですね。 え、で、じゃあ、えー、っと、あとよく、なんでクジラの映画なのっていうのをよく聞かれるんですけども、はい、これも偶然なんですけども、あの、その私がちょうどパラマウントやめたタイミングで、あのー、日本が、あの、クジラの件で、オーストラリアから訴えられて、あの、インチキだ、捕鯨だ、国際違反だって言われているのを聞いて、本当にそうなのかなと調べてたら、 全然違反してなくて、単なるこう日本いじめだというのが分かって、まあ、うんでもこう、なんて言うんでしょうね、憤りみたいなのが出てきて、それを映像にしようとして、前作映画を作りたのが、ビハインド・コーブ。これが、まあ、世界中のメディアが取り扱ってですね、あの、ネットフリックスでも唯一日本の映画として世界発信されたドキュメンタリー映画になります。で、あの、ドキュメンタリー、テレビ番組はあったりとかしますけど、 あのアニメとかかいくつか長編ドキュメンタリー映画では多分最初最後でしょうというネットフリックスのことから言われたぐらい希少なものを作ったと。で日本政府で上映し、えー、今度2作目の「クジラのレストランは」は、えー、前作では描けなかったクジラの魅力食事の魅力とあと科学的なデータ皆さんが知りたいあのクジラ多いのか少ないのかっていう。 ことをちょっと集中的に伝える映画になっています <laughs> っていう感じですかね、はい。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、あのヤギ監督、今回このクジラのレストランということで、まあ、まあ、前回はホゲ、えー、クジラをこう取ることに対するあのー、ところにフォーカスがあったと思うんですけども、今回これはクジラを食べるっていうところにフォーカスがあるんでしょうか。食べるというより、まあまあ日本人がクジラを食べることが 海外の人にとってミステリアスなんですよね。な,なんであんな可愛いの食べちゃうのみたいな。なので、魅力って、こんな魅力があるよっていうのを伝えるための映画って言ったらいいんですかね。うん。あの、と <laughs> いうことは、その日本のいろいろな土地に行って、こういろいろ見て。えっと、まあ、いろいろ見てはいりますけど、実際、あの、取材したところは、あの、 神田のお店とあと石巻というあの日本最大の捕鯨基地だけですけれどもはい今回その鯨漁、はい、まあ鯨を食べるっていう文化だったり、えー、っと伝統がある国っていうのは、まあ、あのエスキモだったりとかあと、はい、インドネシアの方とかの,あの島だったりとかいろいろありますけども八、えっと、<い>木監督がこの映画を通して メッセージとして、その、まあ、クジラを多分、えー、象徴として考えてこうメッセージを送ってると思うんですけども、ふた側からとしてのこのメッセージ的にはこうどういったものを届けたいっていうのがありますでしょうかああのー、間違った情報、クジラが絶滅に瀕しているとか、あのー、そうではないということを伝えるための映画ですね。あ,のー、あと、なんでクジラ日本人が食べるのっていう。 そののああはい、あのー、<laughs> <また笑>移動が今大変じゃないですか、大丈夫ですか <laughs> トイレって言われながら、あすみません。ロサ、はい、ンゼルス向かってる途中ところですよね。そうなんですよ。 あの日本の空港にもいらっしゃって、先ほどチェックインを済んだっていうことだったんですけれども、あのこの、えー、とクジラのレストランという映画なんですけど、まあ、ドキュメンタリー映画ということで、で、前回、あ大丈夫ですか大丈,あ大丈夫です、はい。はい、えっ、ー、と、プラスあの環境問題にも、ことも、まあ、ちょっとメッセージ的にはあると思うんですけども。<あ>あもうちょっとどどこころろかメインどころで、はい 今起きている地球環境破壊がもうここに集中してるでしょというようなというのはカラクリ国際会議の、ま、地球本位地球のことを考えるよりも国益本位だったりとか、まあ、そういうことによって、あのー、いろんなものが地球破壊が起きちゃっているっていうのが伝わる映画なのでとても何て言うんでしょう見た後に結構皆さん考えさせられると。 なんでかって言ったら、あの、出演者もすごい人たちばっかりで、トップレベルの科学者とか、ゴジラの監督とか、あと、そのゴジラとクジラのつながりがあるエピソードもあったり、あの、ワシントン条約の元の事務局長が出てたりとかですね、国際会議の太さを伝えて、まあ、地球環境破壊が起きているということを伝えている映画です、ねあの。キャダルクジラのお店のお話かと思ったら、 もう今、私たちが起きているあの化石燃料とか地球温暖化の話なんだっていうのすごいあのリンクしている話でっていうところですかね。クジラっていうものを、まあえー、と媒体にして、そうやって世界だったりとか地球環境だったりとか、あのまあ、その政治的なことだったりも含めて、いろんなものがあのつながっているっていうことですよね。そうですすねで、まあ、ネタバレになってしまいまいけど あのー、クジラをね、取らないで、じゃあまあ、ビーガン今ブームですけど、大豆だけ食べてれば環境に優しいのかって言ったら、森林伐採が進んでいってしまって、野生動物が登る木がなくなって、あの野生動物が絶滅,滅して、で、そしてあのー、家畜型になると、海洋にリンが流れて、あの、海洋汚染になって、もう地球温暖化と海洋汚染と、 あのー、野生動物の絶滅と全部リンクしてるっていうことが、もっとね、こんなことになってるんだというのをね、やっぱりトップトップの方々の話聞いてて、これは捕鯨が全部繋がってるなっていうのを、すごい、ちょっとびっくりした、あのー、内、ま、容、あ、ですね。このカラクリがわかると、地球破壊のカラクリがわかるみたいな。はい うん、あのね山の木をこう伐採しちゃうと結局そこから流れていく水が海に行くのでそのサンゴ礁がねあのどんどん、えー、と栄養がなくなって死んでっちゃうとかこう山をこう海を豊かにするには山を豊かにするみたいなこう地球がねあの自然が循環しているみたいなところも含めて多分こういったところも八木さんのこの映画の中でも語られてると思うんですけれども、えー、監督からしてここ,ここはちょっと見どころですよみたいなものって何かありますか そうですね。なかなかやっぱりクジラはミステリーやつで、クジラのお店の様子を知らない。まあ、外国人にとっての見せどころはクジラ店の様子であって、日本人にとって見せどころはやっぱり、あのー、クジラと日本人のつながりを意外に日本人が知らないというところで、やっぱり日本人とクジラのつながりを切っても切り離せない。 縄文時代からのつがりっていうことに気づいていただきたいなという感じですね。はい、あの監督前回の作品と今回の作品こう撮って作った上でこう違いこう監督が感じた違いっていう何かこうここがこうなんか変わってきたみたいな何かありますか？もうあの前作は公務というアカデミー賞のカウンターとして報じられました通りあの本当にあれは公務に対する あの反捕鯨化がどんだけひどいかっていうことを伝えている映画なんですけども、反捕鯨化どうこうではなくて、2作目は地球環境どうよっていう、捕鯨やめたら地球環境どうよっていうところの映画ですよね、ターゲットが反捕鯨化か、まああの、この地球環境問題かっていうところですね。なんで今回は地球環境問題そうですね。<laughs> はい、はい はい、じゃあ最後にあの監督からこの観客の皆さんに映画祭の方でももちろんか、えっと、この映画流しますけども実はロサンゼルスの映画館でも流れるんですよね。ねあそうですあのダ,ダ,ダニエールモ・モニカ・センターというあの結構ね劇場としてはチェーン店で大きいところですけどそこで上映させていただくことになってでニューヨークではアポロシアターで上映曲が降りて。 結構、お手でしていただくことになりますということで、そこにいらっしゃる観客に含めて、メッセージを最後にお願いいたします。あまああのー、ですねあの、多くの人と、欧米人の人と一緒に見ていただいて、まあ、クジラを巡るその環境問題、クジラをきっかけにあの国際会議を知るとか。 あの一緒に冷静に話せる機会になる映画だといいなと思って、そして環境が本当にいい方向にあの向かうといいなと思いますね。はい、ありがとうございます。あのまだちょっとあのこのままステイしてください。 えと,とりあえずですねあの、こういった形で今、あの長編の映画の監督に来ていただきました。えー、まだまだ映画祭の方9月の15日までやっておりますので、えー、お時間あります方、ぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。えー、とでは今日どううもありがとうございました